くん寝坊するところだったぜ。おはよう、ドア。どうしたんだその格好。どうかな。私たち全員夏服に着替えたんだ。遊びに来てるわけじゃないけど、せっかくの夏の海だし楽しまないともったいないでしょ。変だろうか。こんなひらひらとした夏服、やはり私には合わない気が。すまない。そうか、ありがとう旅人。けど神団長がわざわざ夏服を用意してるなんて意外だな。違うよ、お姉ちゃんが自分で用意したんじゃなくて、私とリサさんが選んだの。あっさりお姉ちゃんって呼んでるし、それに全然気づいてない。バーバラ、すっかり夏の海に浮かれてるな。この夏服だが、私も予想外だったよ。実はリサがくれた袋に入っていたんだ。窮地を切り抜ける道具が入っていると思ったら、まさか夏服が入っているとはな。アクセサリーまで入ってたのか。さすがリサさん。騎士団のみんなはこうまでして私を休ませたいということか。私は自分を追い込みすぎているのかもな。みんなこっち来て。ん？クレイが呼んでいるみたいだ。変なものを発見したよ。なんだ変なものって。ほら、海を見て。変なものが浮いてる。何やら細長い装置のようだ。見たところ浮標みたいだが。昨日海を渡った時はあんな装置なかったよね。きっとドド大魔王の仕業だよ。一夜にして現れた変な装置、怪しいな。ずっとドド大魔王が出てこないのはクレイを認めてないから。それともクレイが見つけるのを待ってる。突然海に現れた浮標か。何か意味があるのかな。浜辺からずっと見てても出しようもないし。大丈夫かな。ああ、確認した方がいいだろう。海で何が待ち構えているかは謎だ。念のため戦闘の準備をしておいてくれ。準備が整ったら私のところに。船で近づこう。褒めすぎだ。やるべきことをやっているまでのこと。では準備ができたら声をかけてくれ。持っていくのはボンボン爆弾とドドコ、そしてクレー。海のあれは絶対ドド大魔王が置いたんだよ。悪者だからね。でもクレイは勇敢に立ち向かうよ。ドド子のために頑張る。英雄騎士のお姉ちゃん、いつもクレイを助けてくれてありがとう。持っていくクレイ、夏好きだよ。でも夏だけじゃなくて、
寒いけど、クレイにはボンボン爆弾があるから、寒かったらドカーンすればいいの。私にできることは…どう？この格好可愛いかな。このために海と島に合うような格好を選んでみたんだ。でも心配しないで。たとえ夏服でもバーバラは頼もしい仲間に変わりはないから。私にできることは…そうそう、私も気になってたんだ。ここの海って本当に綺麗だよね。海、そして照りつける太陽、まさに理想的な夏って感じだよね。海に向かってステージを用意して、そこでコンサートをしたら、きっとお客さんも喜んでくれるだろうな。あの風評は一体何を意味しているのだろうか。夏服はそのリサのサプライズだったようだ。それにバーバラも一枚噛んでいたみたいだな。バーバラに言われたんだ。せっかく島に来たんだし、目の前に海があるんだから夏服を着た方が雰囲気が出ると。それにしてもやはり慣れない。おかしくなければいいのだが。あの風評は一体何を意味しているのだろうか。この群島は世界から切り離されているみたいだ。まるで自然が作り出した秘境だな。ここまで来れたのは、手紙のヒントとウェンティがトワリンを呼んで助けてくれたからだ。しかし、ことがうまく運びすぎていて、やや不安になる。だが、私がここにいるのはみんなを守るため。だから安心してくれ。何があろうとも、私が共にいる。準備はいいか。ではみんな、
何？海から島が。こんなことありえるのか。この海域意味がわからないぞ。陸地全体が浮上した。おーい大魔王、クレイが捕まえに来たよ。アカンピー。クレイのやつ元気だな。ここ一帯が揺れ始める前に何やら装置が起動するような音が聞こえた。この海の下に巨大な装置があるのかもしれない。おそらくこの島々はその装置の上にあり、装置を起動したことによって持ち上げられたんだろう。まるで奇跡みたい。もしかして風神バルバドス様の御業？それは違うんじゃないか。他の誰かが意図的に仕掛けたんだと思うぞ。どう考えても妙だ。手紙で私たちをおびき寄せ、このような装置を使って試してくるなど、ドド大魔王、ただものではない。はあ、せっかく夏のリゾートっぽい雰囲気を満喫してたのに。それどころ。とにかく私は周囲への警戒を強めよう。神団長、ビシッとしててかっこいい。協力感謝する。言われた通り、クレイ来たよ。ボンボン爆弾の準備、よし早く行こう。あれ、海の真ん中に足場が。確かに何かいるようだな。みんな近づくのはいいが、警戒は緩めないでくれ。迅速。無駄な努力をやめてね。天道万象。痛いから我慢しろよ。
兵器神速。天理チョーク、やった。兵器神速、はっ。アツアツでしょ。はっ、かけっこしましょう。雨描きがたし、しましょう。おじいちゃん以外のみんなはもう行っちゃったよ。今度こそ信じて、本当に出口を見つけたから。そうか、いいだろう、信じるぞ。わしら全員のすべてをお前に託す。おじいちゃん以外、この剣はわかるかい？雨描く味方し、分かるかい？
熱々でしょ。許さない。
れが海山サリュルコ。はっ、眠るのに。それみんな、気をつけろ。なんだ？背の高い人間？見た目は人間っぽいけど、なんだか違うような。ドド大魔王、クレイが会いに来たよ。新刊していいから。審判だな。さあ、クレイを審判していいよ。おいおい、何言ってんだ。大方、言葉の意味をちゃんと理解していないのだろう。ねえ大魔王、どうして返事してくれないの？クレイが遅くて怒ったのかな。あのね、ごめんなさい。今度は謝ってる。クレイってば、何考えてるのかな。大魔王、クレイが来たのに何の反応もないね。人型のからくりのようだ。反応がないのを見るに、おそらく壊れているのだろう。前に見たことあるの？あくまで推測に過ぎないが、服装を見た限り稲妻から漂流したもののように見える。稲妻だって？すっごく遠いとこじゃないか。ああ、ここは独立した海域だ。どの国にも属していない。この海にとってこのカラクリは異邦人と言えるな。しかし、今の稲妻の現状でこういったことが起きるものなのだろうか。動くことのない異邦人、変だな。誰かがここまで持ってきたのかな。大魔王、
動かないの？クレー、大魔王は疲れているのかもしれない。そう寝ちゃったんだ。クレーがなかなか来ないから待ちくたびれて居眠りしちゃったんだろう。きっと今はとりあえず他のところで遊ぼう。大魔王が起きたらまた戻ってこようね。本当だよ、大丈夫だから。あ、クレイ気づいちゃった。これは本物の大魔王じゃない。本物の大魔王はまた別のどこかにいるんだ。そうだな。クレイ諦めないよ。待ってて、大魔王絶対見つけてみせるんだから。また走って行っちゃった。はあ、子供は元気だな。ちょっと待ってよ、クレイ。いざ。難攻不落。ふん。君は遠くから来たって大人たちが言ってた。見た目は将軍みたいだね。将軍、話してくれるかな。取ってきた花をあげるからダメかな。重ねられた石とそれに小さなお花。この感じ、誰かを祀ってるみたいだね。急に褒められると照れちゃうな。でもこの辺りにあるのはあの稲妻のからくりだけだぞ。まさかそれを祀ってるのかな。そうかもしれない。あのからくりは何か人のためになることをしたのかもしれない。私たちが目にしたこれらはこの海域に人が存在したことを意味する。しかしこれだけではどのような文明であったかは判断できない。それにここに来るまで人間もその墓らしきものも見ていない。神団長、クレ、あっちを見てきていい？構わないが、気をつけるんだぞ。うん。クレはまだ子供だから危機感に欠けている。旅人、私たちは冷静に現状を捉えよう。正直言うと、最初に手紙を見た時は
ただのいたずらかと思った。オイラたちもだ。私もだよ。でも子供にこんないたずらする人いるのかな。この島の存在を知っているのはほんの一握りだろう。その上あのような精巧なからくりまで用意している。これはいたずらではなく長いこと計画をしてきた罠なのかもしれない。油断しないようにしよう。バーバラお姉ちゃん、クレイどうしたの。大魔王クレイに会いたくないのかな。どうして。だってドドコはクレイが好き、クレイもドドコが好き。クレイとドドコを引き裂けないって分かったから大魔王が出てこないのかも。クレイドドコと離れ離れになるのが怖い。おクレイほらこれを見て。バドルドーだ。おねえ、ジン団長から聞いたんだ。クレイずっとバドルドー祭に参加したかったんだって。うん、クレイバドルドー祭に参加したい。これは私がクレイのために作ったバドルドー。クレイが望むなら毎日がバトル同祭だよ。やったー。だから元気出して。大魔王に会ったらドドコとクレイが一緒にいれるよう私たちが説得するから。うん、わかった。任せろ、きっと見つけてみせるからな。どこをどう探したらいいかはわからないけど、とにかく見つかるさ。うん、まずはこの辺りをしっかり探索してみようぜ。手合わせ。手ならいつでも付き合おう。君のことを中将軍と同じで僕たちの故郷も遠いところにあるってお母さんが言ってた。遠すぎてどこにあるかわからないくらい。将軍、君も家に帰りたい？
君は遠くから来たって大人たちが言ってた。見た目は将軍みたいだね。君のことを仲間じゃないってお母さんは言ってるけど、君は僕たちを守ってくれた。そうだよね将軍。許さない。師匠の技を喰らいなさい。はっ、かけっこします。やっ、はっ、はっ、やっ、パーフェクト。他奥義諦めた。
キルチャール、どうしてこんなところに。おい、何をする。誰か助けてくれ。行くわよ。
もうおしまいだ。よりによって赤穂峠の親分が大事にしていた船を俺たちに任せてもらったばかりなのに沈没させちまった。金とお宝も全部なくした。罰だ、罰が当たったんだ。あんなクグズ虫盗むんじゃなかった。もう俺たちは。黙れ、赤穂の親分の船だ。何が何でも元通りに直してやる。
もうおしまいだ。よく見てお眠るのに。
動くべきだ。やあ、うん、たと許さない。難攻不落。天道万象。諸悪よ、知れ。
知れ。岩山八九天道ここにあり。しましょう。